どうも、林田です。どうも、林田のゆかです。はい、どうも、谷村です。あ、多分慣れてらっしゃいます。よかったです。はい、というわけで、今回はですね、なんと我が家にエアコン作業員の方が来ておられます。今回は谷村さんに協力していただいて、まあ、あるドッキリをやりたいと思います。っていうのが、家に来た作業員の人が一生帰らないドッキリ。イエーイ。ノリがもうなんかさすがでございます。撮影慣れてる話慣れ。というわけで、谷村さん実は本物の作業員の方ではなく、はい、俳優の方でございます、はい、というか演技はもうバチバチにバチバチにプロの方でございますということで、まあ皆さんたまにね、こうエアコンとか修理業者の人来ると思うんですけども、その人が点検終わったのにもかかわらずめちゃくちゃ家に居座ってくると。あ、これほど嫌なことはないと、はいね、はい、これほどストレス溜まることもなかなかないと思うんですけども、そのドッキリはね、今回はスン君に、やっていきたいと思います。はい、はい、というわけで早速やっていきたいと思います。メイキットパスボーイズダスキン、ダスキン、ダスキン、ダスキンって言ったらこれねバイキン、あー、バイキン、さあ、行くぞ。役員とか MC とか見ないんで。え全然、うん、ぬぬぬ、お待たせ、エアコン出てきました。あ、はい、忘れてた、俺エアコン修理業者で呼んでたね、今日。そうですね、壊れたんすか。この前なんか壊れたっつったやん。言ってましたね。落ちたんだって。それは事件ですね。ほら、あ、それはもう、もう、マッポ入ってますね。マッポ、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 音符ですか。ああ。うん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 。あ、今ちょっと、はい、ちょっと危ないんで。あ、すみません、はい。電気禁止で。これ、これ入んない、絶対。これ、これ入んない、これ。持ってる人初めて見たんやけど。そろそろ聞いた方がいいんじゃ、治りましたかね。はい、そんな。とね、どこが悪いのか今探してるとこやから。さすがに時間かかりますよ。一回つけてみますか。そうやね、ちょっと待って、やっぱ、うん、はい、つくっていう。ついたついた、すごっ。大丈夫かな。はい、大丈夫です、ありがとうございます。多分ベンチ抜けてて入れたらついたから、多分そうやと思う。私もあるかもしれんし、うん、ちょっとおかしいかもしれんねんけども、うん、営業さんの方の生産性やばいもしそれ水田なんですけど、うん、水道ちょっとおかしくて、絶対専門ですね。あ、ちょっと見ようか。入れるよ。もうでも、あの立ち入り禁止の看板を置くかどうかが全てやから、置いたってことはもうできるってことやから。あ、なるほど。置くかどうか。置いた。あれができるじゃない。封印された。封印された。封印された。あれ置いたってことはできるってこと。これ、蛇口を、切ったらなんか水が出てくるんですよ。これ、大丈夫ですか。水で漏れるんですよね。まあそれは結構若干揺れる。パッキンがなんかあれかもしれないね。ああ、やっぱ初期不良じゃないけども。あ、分かりました。その辺はじゃあまた書いておきます。そうね。いや、いろいろ刺されるよ。このペットボトルの蓋がちょっと開きにくいんですよね。開きにくい。サビって。そんなことある？本当にクレーマーですけどね。あ、はい、なんか乾燥してるからとかありますかね、やっぱ今の時期。そんなことある？潤滑がないから。そうですよね、乾燥してると。ちょっと待って、もう一回乾燥するわ。あ、で。びっくりですよ。あ、入れた。あ、入れました。入れた。あ、あの、よかったです、よかったです。結構ね、あの、振動与えたらいける。あ、ありがとうございます。はい。はい。はい、1000いくらですか。あ、全然いいです。そういう経験です。そういう経験です。そういう経験です。あ、これで。あ、はい、はい、はい。急に下がったでしょ。そうですね。腰がね、あかんの。あ、そうなんですか。腰ダメなんですか。ちょっとね。ソファーの方がいいんちゃいます。え、いったんソファーの方がいいんちゃいます。あ、まあ、どこ。いや、でも、座るより寝っ転がった方がいいって聞きますよ。こう、こう伸ばす。そういう技あるね。あれなんだよ。そういう技あるね。ちょっとこれ、座っていいかな。あ、大丈夫です。まあまあまあ、全然ごゆっくりしていただいても OK じゃない。ちょっとなんか、はい、飲み物くれる。あ、飲み物がちょっと、全然、じゃあすぐちょっと腰に飲んだ方がやらしいです。大丈夫、そのコップ漏れたりせえへん、大丈夫。
まあなんかシールついてるんで大丈夫じゃないですか。どういう論理が意味わからないんだよ。おー、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ごめんなさい。なんか他にお菓子とかいります？あ、なんかじゃあちょっと、キムちょっとコンビニ行こうよ。あ、わかりました。甘い系があるとすごくありがたい。どういうのが欲しいですか？あの、あんこが入ってるやつ。あああんこ買ってきますね。あ、お願いします。すいません、マジであんこしか買わないと。じゃあちょっと俺、税金行ってきます。税金、いってらっしゃいです。税金確定申告も終わってるはずなんですけど、ね、え、終わってるかな。そう、最近もう定年、まあ、65歳とかにあっても年金もらえるのがさ、まあ、引き上げられてそうですね。生きづらい世の中だったのに、まあまあ、もうちょっと世の中変えてもらおう。まあ、もっとできる方にちょっとお任せして。まあまあ結構良くない気がします。あ、ちょっとごめんなさい。あ、はいです。もしもし、あ、どうも、はい、ありがとうございます。はい、はい、もしもし。僕の家の中を物色するというか、好きあらばこうパクろうとするみたいな、あ、感じで、あ、あ、行ってもらっても大丈夫ですか？お願いします。あ、はい、わかりました。大丈夫ですか？大丈夫、多分大丈夫。多分大丈夫です。うすぎ、自分のですか？ん、自分のですか？違う違う、あ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 、使ってみて。ちょっと良くない気がしますけど。大丈夫ですか？止めてる止めてる。あんまりうすぎとかは医薬品なんで。あ、そう、医薬品なんで。止めてる。止めてるよ、ちゃんとこれ。猫じゃなし、猫じゃなし、猫はいますね。なかなか凶暴な猫が大きい。使っちゃってんだ。なんか使ってみたいっておっしゃってですか？あ、大丈夫。え、花粉症ですか？いや、花粉症じゃないやけどね。ほう、花粉症じゃなかったらあんま意味ないです。マジで？はい。まだいる？おかえり。まだいはる？おかえり。まだいはる。あれ、甘いもんは思い出す。あ、甘いもん。タバコ吸ったの忘れてた。あ、いや、いいじゃん。タバコ吸ったの。確かに。ほんまに吸ってるよ、岡山で。なんか、もうそろそろ治ってきましたか？あー、そうやね。もう、うん、ちょっとあの、できればまあ、あ、まあまあまあ、もう急ぎとは言わないですけど、あ、そうだね。ちょっとそろそろまあ、帰っていただこうかなという。じゃあ、持ってみようか。もう大丈夫。まあまあまあ、ボールペン見てもまあ、見なくてもまあ、最悪壊れてても別にまあいいっす。あ、そう、あ、そう、なんで言うの。あ、そんなまたあの、はい、はい、あの、まあ、またいつでも来てください。これまた、あ、いつでも来てください。確かにこっちが。またいつでも来てください。あ、そうそう。はい、じゃあ。やっと。やっとみたいなことあるよ。やっとだよ。まあ、でも1000円だったらいいじゃん。こっちは。ちょっと待ってな。ん？ちょっと帰るんだ。どうですか？え？え？どうしたん？え？もう故障しましたよ、どっか。なるほど。なるほど。なんでか。まあ、どうぞどうぞ。なぜに帰還あ、どこに。あ、え、なぜに帰還されたんですか？え、なんで帰るの？じゃあカフェオレどうぞ。作業員の人が一生変わらないドッキリでしたー。そういうドッキリだった。そういうドッキリ。今回はそういうドッキリか。もう何がドッキリか分かんないから。分かりづらんか。なんか突っ込めとか嫌だった。いやまあまあ、薄付き出てたと思うけど。まあまあまあ、値段が安すぎるのがまず。あー、安すぎたんや。安すぎたんや。安すぎたんや。
自分だってもうほんまに一瞬来ただけで一番ぶったられたのはほんまに目を持ってますから。あ、マジで心配会社に前の学びがあったからちょっとそれに気づいたんや。いや、ほんとお疲れ様でした。ありがとうございました。